いです。最近どう？鼻水出てる？どうもゆいです。花粉症だからね。ってことでね、今日はなんだっけ、まあ、実際に、うん、そのイベントに車を出すためには、あ、そっかそっか、うん、そう、イベントにエントリーをするには、まあ、どうしたらいいのかとか、車で、ね、まあ、どういうくらい仕上げるのかとか、ね、まあ、イベントによりけりなんだけど、まあ、そういうお話をね聞いていただいて一緒にお勉強してもらえたらなと思いますが、最後まで見て聞いてってことで、まずね、何？イベントにエントリーするには、まあ、エントリーするにはってよりかは、うん、やっぱね、この俺の車は出れないとか、あ、そうね、その消極的な、出たいんだけど、うんうん、あのこの車でいいのかとか、はいはい、だからなんかもうそのなんだろうな、うん、基準が分かってないっていう、ね、まあそうだね、そうそう、まあ、まあ、はっきり言って自分の6シリーズの足やってるだけだけど、うん、あの偉そうに出してるから、そうそう、いやそうそう、でもゆいのベンツだって実際じゃあね、何やってんのって言われたら、まあ、車高下がってる、ホイール入れてる、まあ、ルーフラッピングしてる、 US マーカーついてるだけ、ちょこちょこやってんじゃん。え、でも、まあ、まあでもなんかね、ね、カスタムカーのイメージ、ガルウィングにしたりとかさ、なんか LED バチバチにしたりとか、そう、もうなんかやっぱ外装内装 ね、がっつりやっててとか、そう、色なんかすごいとか、そう、やっぱそういうイメージをやっぱ持っちゃってる人の方が多いと思うから、だから本当にね、ちょろちょろってやっただけの、なんか僕の車はなんかね、かね、出すような車じゃないですっていう方はやっぱ多いんですけど、そんなことはありません。そうね、まだいろいろイベントあるけど、うん、とりあえず今じゃあこのね、NS マガジンがあるので、うんうん、この NS マガジンの、主催の NS ラウンダーっていうイベント、はい、これを、まあ、定義にするんであれば、うん、いわゆるニュースタイルっていうカスタムのカテゴリー、うん、でまあその、まあ、US カスタムの中の、まあ、全般というかなかな、うん、US カスタム全域に見てやってるイベントになるから、うん、まあ、ここで言うとこういうアメリカンカテゴリーにはアメ車がベースのカテゴリーがあって、あとはドメスティックカテゴリー、要は国産車、要は日本のメーカーがメインのカテゴリーがあったり、ユーロカテゴリー、要はヨーロッパ車、欧州車のブランドがメインのカテゴリー、あとはトラックカテゴリー、要はもう読んで読んでトラックがベースのカテゴリーで、あとはクラシックカテゴリー、ちょっと古い車がベースのカテゴリーっていうのがありますよと。で、まあ、一応やっぱり NS ラウンダーも、まあ、US カスタムのイベントになっちゃうから、基本的にはやっぱりその北米で販売されてる車とかがメインで、ただ NS ラウンダーに対しては多分向こうで売ってなくても出れちゃうかもしれない。出れちゃうね、エビシオンがいるから出れちゃうね。あ、じゃあ出れるね、出れちゃう。だからそれを、うん、要はアメリカっぽいカスタムをされてる車、ね、うんうん、っていうのが定義になってて、うん、で要はその中でさっき言ったカテゴリーが分けになってるから、うん、そのカテゴリーに、どこに属するか、例えばじゃあアメ車乗ってますと、うん、アメ車乗ってるんであればやっぱアメリカンカテゴリーっていう部分に入っちゃうし、うん、要はヨーロッパ車乗ってますと、うん、ベンツ BM 乗ってますとなると要はユーロのカテゴリーに入るし、そうね、でそれこそだからユーロのカテゴリーでいうと、ここにこのユーロのカテゴリーでなんかこうね、こう見覚えのあるこの6シリーズね、これなんかは前回ユーロでサードって3位をもらってるけど、そうこれ ね、縦もこれね、縦があったりとかね、なんかこうエントリーしてそこでアワードを取れると、うん、まあ、取れるか取れないかね、その車次第っていうのもあるし、まあそうだね、うん、で、そう、ぶっちゃけそのお金かけてるからっていうだけじゃなくて、要はいかにセンスよくまとめて作るとか、うん、そういった部分も重視されるから、うん、だから自分のはちょっとまだイベントにはみたいなレベルだって自分で思ってても、うん、
まあ実際イベント出しちゃったらアワード払って取れちゃうもんね。そうね、周りの評価で結局アワードも決まるから、そうそうそこはなんかねネガティブにならずにね。だからそういうところもね、うん、踏まえて一回だからイベントに行ってみるのはいいんじゃないかなと、うんうん、ありがとう思います、ね、であとはだじゃあどうやってエントリーすればいいか、うん、それはあの大体エントリーフォームがあるので、はい、あのエントリーフォームから応募してもらいます。そうですね。で今だとまあ大体こうその内容を入力してもらって、うん、車の写真添付して、うん、でその事務局側で大体審査があって、そうね、でその審査を通過するかしないかが一番じゃないかなと、うん、で大体審査通過しちゃえばエントリーできちゃうんで、うん、一回まあやってみるのも手かなと。自分なんか全然なんて言ってて実際パッて出したら、うん、一瞬にしてアワード取れちゃう可能性もなくはない。そう、ね、かっこよかったらしょうがないけど、まあでも実際ね監督の6シリーズをねそう意外とさらっとカスタムしてるんだけど、結果そのさらっとでもさっきのね NS でアワードがいただけるってことだから、かっこいいってことなんだよ。いやそうだよそうだね。だからやっぱそういうところがあるから、うん、出してみるのも手なんじゃないかなと、ね、あとはまあやっぱエントリーするイコールねエントリー費が若干かかることが多い。そうだね、うん、またそこは今度だからギャラリーとして遊びに行くのとはまたねちょっと違うんですけど、まあでもそれもね出してみての、まあ、要はお勉強代っていうのももちろんあるし、うん、まあ、でもねがっつりそれねなんかね今ないと思うけど2万かかりますって言われたらそれは悩むかもしれないけど、まあ、ねそうそうそう、まあでも言うてね数千円とかが基本的にかかるエントリー費だと思うんで、だからそこもあれよねこう遊びに行くね前回言ってた遊びに行くのを悩むぐらいだったら一回行ってみてって言ったのと一緒で、エントリーできんのかなできないのかなって思うなら一回エントリーしてみたら分かると思う。周りの車を見てみたり、まあ要は評価してもらうねあれで、あとはまあ仲いいやつら何人かでね、そうだね、そうそう友達とかとね3台4台とか一緒に出してみるのも、まあそうね、それこそ思い出の一環としてね、そうやってみるのも面白いだろうし、それもいいと思う。うちだってね車のお客さんとかで、ね、じゃあみんなでエントリーしましょうって言って会場までみんなで走ってって、うん、1日イベントで過ごしてそういうのが、ね、面白かったりするから、そうで帰りネミーだのなんだのって言いながらみんなして帰ってくるわけですよそう、まあ、それはそれでね楽しいもんね1日、まあ、そう、うん、かそういう手段としても、まあ、イベントにね、まあ、お出かけも交えてエントリーしに行くのも手じゃないかなって思いますけどね。しかもねエントリーしてたらケンギャルちゃんとね、そう車そう一緒に写真撮ってもらえたりとか、そう、ね、監督がねなんでイベントに出たいかって言ったら、うん、アワードとか撮りたいとかそういう話じゃないんですよね。女の子と俺の車の写真が撮りたいっていうだけの理由でイベントに出すっていう、そうだよ、こういう不純な動機でイベントに出すやつもいるのそれもそれでね、そうそう職権乱用だよ、うん、でね、アワード前取れちゃったらね、そう、そう儲け頼むだよ、頼むだ、そう、だ別にだから行ってみるね動機なんて何でもいいんですよ、ぶっちゃけだから車を本当に出してみたいなっていう本当になんか率直なね素直な動機でももちろん監督みたいに女の子の車ってさっき言ったけど多分あの人女の子撮りたいだけだから、いやそんなことはない、あそんなことない、そんなのちゃんと女の子と車の写真を撮りたい、一応ちゃんと女の子と車の写真で見せびらかしたいっていうそうこういうね不純な動機の人ももちろんいるんです、それでいいんです、そうでもその不純な動機でイベントに車を出してもさらっとアワードをもらえたりするわけですから、それは車がかっこいいからあいつうるせえなまあでもそういうことだからね、事実そう評価をされてアワードをもらってるわけだから、まあだから動機はどうあれ車はかっこいいってことですよね。はい、茶番は終わりです、だそうです何の茶番なんだよあのね多分実際視聴者っていうかイベント出したい、まあこれから出したいって人が一番気になるのは、じゃあこのイベントにじゃあ出す、例えば自分の車です、うん、出すのに、うん、あんたはいくらカスタムしたんだ、いくらカスタム費用を出したんだ、あーあーそういうとこね、じゃあ多分そこしか興味ない、どの程度のカスタムなのかとか、そう自分が金額面とか、そう所詮足しかやってないよって言って、うんうん、いくらかかってんだっていうのが、まあ、一番気になると思う、見てる人からしてみたら足しかやってなくてホイール入れてでもさらっとアワード取れるって、おい監督300万とかかかってんのか足みたいになるかもしれないですけどね、まあ
そうね、そこなんですね。金額面で言うなら、まあ、うちでよくお客さんに言うのは、うん、まあ、ざっくりで100、うん、もうほんと足とホイールとちょこちょこっとやって、うん、ざっくりで100ぐらい見てね、うん、っていうのがまあ一つのライン。そうだね。やっぱかかってる、そうでも、ね、かかってる人はもうね、そうかか本当に4桁手前とかかかってる人いっぱいいるから、ね、でもそれでも取れなかったりする。そうそう。まあそうだから、かければいいって問題でもないし、かけなくてもとかってもない。そうね。だからお金をかけたから勝ちっていうわけでもないから、その辺はやっぱセンスだったりとか、うん、そういうものがあるけど、うん、まあ極端な話だけど、そのね、監督の車なんかで言うと多分100かかってないと思う。うん、かかってないと思う。ゆいのメンズもかかってなくない？ゆいちゃんのも100まではかかってないと。そう、うちのお客さんで100超えてるとあんまいないから。そうなんだよね。まあ、それでもね、そうそうそう、やっぱアワード取れるから、うん、やっぱそういう部分でこう重要なのは、まあ、センスだったりとか、その作り込みだったりとかが重要なだけで、だまあ金かけりゃいいよってわけでもないし、うん、そうなんだよね。だそこがあのそういうふうに思ってる人がいたとしたら、それは間違い。そう、やっぱあの、うん、カスタムカーってね、その極端な話だけど、うん、スーパーカーとかって買えないわけじゃない、うん、いや最高級車じゃあロールスロイスだとかベントレーだとか、うん、ランボフェラーリだなんだって言われても、うん、買えないし勝てないでしょ、うん、でもその車をカスタムすることによって、うん、そういうのにも勝てるような車を作るっていうのがやっぱ第一前提、うん、あとはやっぱ自分でね、かっこいい車が欲しいっていう部分だから、うん、ぶっちゃけ金かければ勝てるってなっちゃうと、そのカスタムっていうものがまた変わってきちゃうから、まあ、そうだね、うん、要は金持ってる人しか勝てなくなっちゃうよ。間違いない。1000万かけました、うん、すごいね、うん、ね、でもその1000万かけた部分が、うん、もう本当に誰が見てもかっこいいものを作ってるんであればいいけど、うん、ただ単に1000万かかったよっていうだけであれば、うん、もう別にへーで終わっちゃうし、間違いない、ね、1000万かけてダサいもの作っちゃったら、うん、それはその人のセンスよ。そうだね。1000万かけてすごいものを作ったら、うん、みんなにおーって称えられるわけ、うんうん、逆に言うとその金額が1000万円じゃなくて俺100万円でもいいわけ、うん、100万円で、ね、これしかできなかったっていう内容の中でも、うん、ちゃんと形になって綺麗にまとまってればそれはそれ、うん、そうそう、そういうセンスだから、うん、洋服と一緒だから、あの要は全身ブランドもんでまとめたからかっこいいのかって、そういうわけじゃなくて、そうだね、そう、そういうことはない。そうそうそう、そう、ユニクロでもかっこいい、ね、だユニクロの中に一個だけ何かのブランドがね、そうそうそう、入ってるとか、ね、そうそうそう、あのプチプラでまとめても、うん、でもおしゃれになる人はおしゃれになるわけじゃない。そうなの。でね、それでさっき の, そのワンポイントでブランド物を持ってくるとか、うん、そういうだけでもね、こうまとまりよくできるから、うん、そう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 、そういう部分に関しては、まあ、うちで提示する金額が大体100万ぐらいは見てくださいねっていうのがやっぱり一般的というか一番多いかな。そう、あとはもう本当にあれよね、こう要はだから、じゃあ例えば100でどういうふうにカスタムしていいんだろうみたいな悩みがあるんだったら、まあやっぱそこは、まあ、ね、ちょっと気になる、そう、車屋さんに足ですそう、まあ、まあ、足元からなんですけどね、うん、どこからはそんなもう足です。 足がやりません。おしゃれは足元からって言いますからね。だから前回の話で言ったホイール、うん、そうね、ホイールがすごい参考になる。もちろんそう、だ結局靴探してるのと一緒だから、まあ、そう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 、スニーカーの分どうしよう。そう、スニーカーを買う紐があったらホイールも買いましょうってことです。足がちゃんとしてればちゃんと見えるんですそう、だそれをだからどうしても自分でね悩んじゃって結論が出せないっていうんであれば、車屋さんにね相談してみて、そう、イメージをこう沸かせてね。いっぱいホイールメーカーもあるから。そう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 、そう本当にね、そこがね選びきれないほどあるから、ね、そう、選びきれないほどあるだけど、うん、やっぱ素人の知識ではもう有名どころしか分かんない、うん、そうなの、そうなの。こういうなんだろう、見せる系の、うん、まあまあレクサーニとか、そう、知らなかった、サビニとか、サビニとか、そう、いろいろあるんですよ。有名なんだけど、うん、そうだよ、ただ分かんない、そんなものは分からない。だそれも、まあだからさっきちょっとね、ちらっとお見せした NS マガジンにもね、あのホイールメーカーさんの広告載ってたりとかするんですよ。それ近くない？それ近くない？何映ってんの？ジュノンちゃんしか映ってない。ウケるんだけど。そう、NS の、ね、マガジンにね。そう。だそれで、まあ、ホイールメーカーさんをね、雑誌とかでお勉強していただくのもありき、なんかやめて、ジュノンちゃんと比べるみたいなやつ。
あ、ちなみにコロッコとかも来たりするんですよね、イベント。そうだね、みんなが大好きサイバージャパンが、そう、イベントでね、ステージ上がってたりとかももちろんあるから、そういう楽しみももちろんあるけどねうざいなだから、まあ、本当にいろんな、だから車屋さんに相談してみるのももちろんありだと思うし、うん、まあね、せっかくだからね、ここで相談してほしい、ね、あ、まあまあ全然そうなの、全然うちに来ていただいても。それは何がつってんの？ジュノンちゃんです。またジュノンちゃんこのマスタングもね、このオレンジだ、そうね、これね、ジェットシティさんのかっこいい、かっこいい、そう、マスタング、多分ね、後々 YouTube の中でもマスタングを見れる日が来ると思いますけどね。さっていなくなるときやめて、なんかこっちもなんか気抜いて喋ってるし。今度誰？また同じです。あ、ジュノンちゃん。もうなんか何？絶対おっぱいでしょ。バカなの？なんか結構ね、ホイールメーカーさんによってもデザインのね違いとかもすごいいっぱいあるんで、うん、まあ悩んじゃうかもしれないけど、ホイールはねよく選んだ方がいい、うん、よく選んだ方がいい、うん、よく選ん、よく悩んで、よく選んで、またまた何、今度は、今度は何、おお、え、どういうこと、あ、なるほどなるほど、何何何、あ、あれピンと合わない、あ、ピンと合わないですね、え、後々登場するんじゃないか、後々何何宣伝終わるとねあ、どういうことだよね、そういうことです、そういうことです、タイトルとしてはイベントに出るために、イベントに出るためにはね、そうだ、まずはだから、お金をかければいいっていう問題でもないし、低コストでもいいんです。イベント見るためには、だからとりあえずイベントフォーム見て、いや、まあ、まあそれもあるイベントの応募フォーム見て、いろんなイベントがあるから、まずどんなイベントがあるのかなっていうとこから入ってもらって、そ、ね、そこ見てね、そうそうそう、結構いろいろカテゴリーあるから、そう、自分に合ってるものを探す、まあ、だから、まあ、さっきの話じゃないけど、まずイベントにいろいろ行って、うん、そのいろいろイベントに行ってイベントを見て、うん、でじゃあここに出したいなってのがあるんだろう、そのカテゴリーをちゃんと勉強して、そうね、で自分なりにね、やってみて出すっていうのも手だし、うん、あとはもうこのショップ任せも手だし、うん、ね、やっぱこういうさ、そのカスタム系のショップさんなんかは、うん、別にやっぱプロだから、うん、そういうカテゴリーもどうのこうのとかも知ってるし、うん、どうやってやったらアワードを取れるとかそういうのも知ってるし、うんうんうん、じゃあそのでアワード狙いに行きますってなったら、アワードを狙うためにはじゃあどうすればいいんだっていう風に作ってくれるから、うん、そう、それは相談すれば、そういうところもね、ショップさんに相談してっていうのも手だし、そうそう、もう自分は DIY で頑張ってるんですっていうんであれば、やっぱ勉強してもらって、うん、でそのイベントでどうやってアワードを取るかを勉強して考えて、うん、そんなものを作って持っていくっていうのも手だろうし、そうだね、まあいいんです、うちのお店に来るのが車を作りたいっていう動機でも、ゆいちゃん見てみたいっていう動機でも何でもいいんですまあでもそういうとこからでもね、全然車をどうしていこうかなっていう入りとしてね、うん、そうで、そこからイベントをまた目指して出てもらうっていうのはありだと思いますよ、まあ、まずやっぱりね、100万とか見たけど、うん、それが高いって思ったらもう、そう だってすごい、まあ、だから100万っていう、まあ確かに高いと思う人もいるかもしれないし、安いと思う人もいるかもしれないけど、なんだろう、あっという間っちゃあっという間だしね、100いくのも、まあだってね、極端な車高調入れて、こういう入れてちょろちょろってやっただけで、まあ100はいかないと思うけど、まあでもね、それなりの金額はまあまあ、まあでもその100万で得られるものは、うん、それ以上のものはある、まあ、自分はどうでもいいですけどね、だっていやでももらってね、嬉しくない人なんていないですからね、もらったらでもやっぱ嬉しいわけです、そう、やっぱ嬉しいし、またじゃあね、こうかっこよく作ろうっていうね、励みになったりもするしね、そう、だからその辺はまあどんなイベントがあるのかなっていうところから始まって、イベントにもね、まあ、悩んでるぐらいならエントリーしてもらいたいなって思いますね、って感じかな。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。スペースバイビー。